2023年の総決算、有馬記念、G1、芝2500メートルイコール中山、が24日に行われる。昨年のダービーバドーデュース、オスヨモ友道、が復権へ向けて動き出した。決戦一周前の17日は、午前7時過ぎにシーウッドで合わせ馬。6ハロン88秒8の11秒2で、先行した両馬アドマイアテラ、 2歳一生クラスと併入した。この馬らしい抜群の伸びに大江助手は予定通りの合わせ馬で動きは良かったいつでも動けるぞという雰囲気で我慢も聞いていた何も言うことがないくらい順調とうなずいた3月のドバイターフを取り消し復帰後は天皇賞秋7着ジャパン C4 着と悔しい思いをしてきた ただ、大きな敗因は折り合い、ここ2層はいいポジションで競馬ができていたけど、道中で少し力みがあり、最後の伸びがこの馬らしくなかった、と力負けではない。竹豊騎手との再コンビで輝きを取り戻せるか、豊さんはこの馬のことを一番よく知っている。やれる力はあるし、楽しみ、と期待を寄せていた。